オーラね。それで奴を取り調べたんだ。よし。面倒は勘弁して。所長とのミーティングの後、キャプテンはえらく機嫌が悪い。次の報告を待ってる。私の身長を見たら、あんたちょっと黒いもん。あの男のヘビ、彼女を見たくした。どうやって手に入れた。話す気分じゃない、仕事があるからね。で、書類は？大丈夫よ、問題ない？目にゴミが入った。すぐ済むわ。行っていいわ。良い一日を。私には相手を選ぶ権利がある。オーグは相手にしない。ちょっとしておきなさい。今日は静かに。
いつも同じ検問所を通る。あそこの女性は優しいんだ。Já bych to normálně nedělala, ale musím říct, že je strašný, jak s váma augmentovanýma zacházejí. Doufám, že Santova podpůrná iniciativa na to něco změní. Kéž bych mohla udělat víc. こちらのお客様が先ですので、他にやることがございましたら、そちらを終えてからお越しください。信じられない。Vyjádřili k tomu tvým povýšení. Výjdou. Kolej.
このウィスパーチップっていうのは取り付けは簡単か？もうタスクフォースに向かってるの？早いね。敵は俺たちが来るまで待ってはくれないからな。確かに NSN のマザーボードにデータポートがあるから、そこに挿して再生すれば大丈夫よ。了解、準備ができたら連絡する。この町のどこかの下水道にギャング所有のカジノがある。いろいろ聞いてきたぞ。
まずいわね。 CDC のセキュリティを強化しないと。奥様はお気の毒よね。ドバイの作戦でやられた連中の死体から身元を確認していた。
に奇妙だ。全ての政府機関に DNA を照会してた。アクセス許可。どこかのリストに一人くらい引っかかりそうなもんだから。やつらは幽霊とそう変わらない。ゆうべ誰かがまたファイアウォール突破を試みた。カタールに有力な飛行場が3つあるが、俺も個人所有だから近づくことすらできない。こっちは収穫なしだ。手がかりが見つかって追跡させるたびに建物が無人だったり焼かれていたり爆破で瓦礫の山になってるよ。困ったものね。衛星画像から可能性の高い場所を3カ所割り出せたけど、周囲の道路なんかを見てると妨害してきた連中がその場所を選ぶとは思えない。連中は武器を全てどこかに運ぶつもりよ。その場所を特定するのよ。急いで。連中が武器をどこに隠そうとしていたのかを特定しようとしているの。推測の域を出ないけど。問題は犯行グループについて何もわからないということだ。今話している時間はない。忙しいんだ。アダムどう？取り付けは問題なさそう？落ち着け。怪しまれずにマザーボードにアクセスする方法を探している。ごめんね。了解。
ドバイの作戦でやられた連中の死体から身元を確認していた。そこには何もない。目を閉じてもまぶたの裏にコードがある。いつ誰かがやっ。アダム、無事だったのね。本当によかった。アリア、ああ、なんとかな。だが大勢死んだ。報告を受けた時、私はここで仕事をしてた。カオスだったわ。電話は狂ったようになり続けるし、みんなは叫んでるし。しばらくしてミラーからあなたが現場にいることを聞いて。俺は無事だ。よかった。ミラーを探してる。今は確かリオンと会議中だったわ。本当か？ NSN を使って。ええ、さっき見かけたわ。あ、そうだ、思い出した。はい、これ。なんだ？射撃場のカードよ。チャンが今朝ロックを全部変更したの。
爆破の件でナーバスになってるのね。にしてもここ半年で3回は変えすぎだけど、とにかく無事でよかったわ。ありがとう。そろそろ行くとするよ。そうね、下に戻らないと忙しくなるわ。話がしたくなったらいつでも寄ってね。わかった。どこかのリストが一人くらい引っかかりそうな。私たちの管轄じゃないから。ジェンセン、話がある。いいえ、駅のカメラとは一致してない。理論的パーセンテージがどこから始める。昨夜これってか、スイスの資産家上位50人の納税申告書を公開した。爆薬は最大範囲の応用が設計されている。この1週間、奴らはどこにもいた。冗談だろ、お前らまさかコレクティブに賛同して。異常を発見、情報を交換し、トレースプログラム我らの機能を捕まえることが標的の可能性ありか。機敏ね、捜査網にかかりたくないでしょうし。アクシス、正しい判断よ。全ての政府機関に DNA を紹介したが、彼らは管轄権を手にしてない。目を閉じてもまぶたの裏に標的の可能性ありかなしか。奴らは幽霊とそう変わらない。誰かがおかしくなって責任を負えばいいのに。リエダの待機を指導している以上、誰かが模範にならないと。爆薬は最大範囲に及ぶよう設計されてた。異常を発見、トレースプログラム、アクセス許可。いいえ、配線ミスだと言ってる。配合を知るのも大事だけど、何より起爆装置よ。理論的パーセンテージをどこから始めるのか。どこから始めるかが分かれば先手が打てるんだけど。爆破現場はこの目で見たいけど、私たちの管轄じゃないから。アクセス許可。配合を知るのも大事だけど、何より起爆装置。誰かがおかしくなって責任を負えばいい。またもオウムに関する事件です。251名の乗客を乗せたシスタ航空451便がオウム免許のテロリストによって乗務員が殺害された後墜落しました。ブラックボックスに残された記録によると、犯人は以前からオウムインシデントの裏始末に悩まれていました。2年前、世界中のオウムが発覚神経で起動した忌まわしき事件が未だ鮮明に人々の記憶に残る。事件が過去のものになるまで時間がかかるでしょう。以上、生放送でハイカスのエリタカスの記録でした。ハイカスは最大範囲の設計です。どこかのリストに一人くらい引っかかりそうなもんだから。どこかのリストに分かれば安心で分かるな。
サイバー犯罪部門の半分がドバイの謎の男たちの手がかりを求めウェブ精査してる。うちの職員分野じゃアドレナリン中毒が何かだとね。命がいくつあっても足りないよ。あいつはドバイから脱出できたんだろ。現場にいたのがジェンセンじゃなかったらシンは死んでたな。そうだろうな。そうに違いない。ディレクターミラーは間違ってる。ドバイの犯人を見つけるのに全人員を攻撃するなんて。プラハでのテロと思われる攻撃はこの半年で。ジェンセンだよな。した事件は全てアークのリーダータロスラッカーが組織本部をウトレック団地に移した後に発生しています。一方ラッカー氏はアークはあくまで平和的に多くの人間を守る。どこかのリストに一人くらい引っかかりそうなもんだから。しかし人間復興法案に関する国連の決議が精一杯急いでるんだ。ラッカー氏はその方針を貫けるのでしょうか。以上生放送です。奴らは幽霊とそう変わらない。交通局はあんたほど急いでないってことだ。ワールドニュースを研究会や研究機器でレポートしています。全ての政府機関に DNA を紹介したが、これは嫌だ。アクセス許可。大企業の腐敗を奴らは幽霊とそう変わらない。地下ウェブサイトや地下ラジオ局は謎のハッカー集団ジャガーノートコレクティブを称賛しています。目がつらいことも多く。どこかのリストに一人くらい引っかかりそうなもんだから。昨年ジャガーノートコレクティブはロンドンの交通網システム。実に奇妙だ。投票システムを不正に操作したことで12歳の少年が大統領に選出されてしまいました。ロシアでは全ての政府機関に DNA を紹介したが、サンクトペテルブルクを襲撃。またアメリカでは企業の機密文書を漏洩させ大企業が何社も倒産、数百万人が職を失いました。全ての政府機関に DNA を紹介したが、地下メディアがどれだけ称賛しようとコレクティブは他に類を見ない危険な犯罪組織なのです。以上生放送で配下どこかのリストに一人くらい引っかかりそうなもんだから。エアリアルは最新最高の技術を提供します。これは嫌だ。本気で嫌だ。何か用か、エージェント。ドバイの金マスクたちについて調べてると聞いた。どうだ。おい、いくら俺が優秀でも取り掛かって5分じゃな。5分もあればいろいろできるだろう。検視報告は何か手がかりはあったか。死体はオマーン支部でキンキンに冷やされてるが、指紋、歯型、見事なほどに何も残ってない。つまり0歩進んで2歩下がったのか。今はな。お前がドバイでジンの通信ブースターを無効化してくれてよかったよ。おかげでシンの潜入捜査は続いてる。あいつがバスラに戻ったらネットワークでいろいろ探れるかもな。向こうで金マスクどもの情報が出るかもしれない。またジハードでも計画してるんじゃないか。奴らがまだドバイに潜んでるとは思えないが。そうか。何か新しい情報を持ってるんだな。思い出せ。奴らは軍事オーグメンテーションをつけていた。身体オーグメントは信仰に反するからイスラム過激派じゃない。何か別の組織だ。言いたいことが分かったぞ、ジェンセン。だが身を引いた方がいい。お前に関係ない捜査だ。俺たちはノルマを達成するだけのおまわりじゃないんだ。誰が担当だとかは関係ないだろう。犯人を捕まえるのが一番だ。お前の言い分はわかるよ。だがすでに給料に見合わない仕事をやってるんだ。もう少し考えさせてくれ。いいか、俺が感じのいい人間じゃないのはわかってる。3回離婚してるしな。だがこれが俺だ。新人の前でいい人ぶったところで何も変わらない。その率直さには感服する。どう、お前のドバイでの立ち回りに感心したというのは本心だ。
あの砂嵐の中でヘリのバッテリーを取り出したのは見事な判断だった。だが、あの任務はもう終わった。お前のやることはもうない。わかるか？ああ。最後に一つ教えてくれ。ドバイの死体がオマーンに運ばれたという根拠は？さあな。オマーンの連中はそもそも俺たちがあそこにいたことを快く思っていない。攻めることはできない。そもそもなぜ俺たちに出動命令が来たんだ？そういう疑問を持つのはとうにやめた。体制が整っていたチームが俺たちだけだったと聞いてる。ああ、俺もそう聞いた。じゃあお互い同じことを知ってる。以上か。お前はいつからそういう性格なんだ？俺のことを知っても友達にはなれんぞ。聞きたいなら話してやる。俺は義務教育を終えてすぐ軍隊に入った。25の時に特殊部隊に配属されて、その4年後には SRR に採用されたんだ。特殊偵察連隊、エリートだな。ああ、花形だ。シャンパンと女には困らなかったよ。それから12年間地球上の砂漠という砂漠でテロリストどもを狩った。だが気づいたんだ。この世界の悪は決して絶えないってな。自分がやってることに意義を感じられなくなった。だからやめた。なのになぜ戻ってきた？性分かな。性に合わない仕事をしてもゴミしか生まない。ここにいるのは自分の佐賀に従ったまでだ。お前もそうだろう。わかるよな？ああ、話せてよかったよ、マグレディ。俺はそうでもないな。昨年、ジャガーノートコレクティブはロンドンの交通網システムを断水した。またチリでは電子投票システムを不正に操作したことで12歳の少年が大統領に選出されてしまいました。ロシアでは戦闘ドローンをハッキングしサンクトペテルブルクを襲撃。またアメリカでは企業の機密文書を漏洩させ、大企業が何社も倒産、数百万人が職を失いました。大きな声では言えませんが、地下メディアがどれだけ称賛しようと、コレクティブは他に類を見ない危険な犯罪組織なのです。以上、生放送でハイカスのエリタカスさんがお伝えしました。携帯型データソリューションが膨大な記憶容量と、これは嫌だ、本気で嫌だ。
アレックス、ウィスパーチップを取り付けた。妙だね、もう信号を拾って。まさかミラーが今使ってるの？くそ、まずい。ジェンセン、話がある。すぐに来い。会議中だったようなので少し遅くなりましたが、エージェントジェンセン帰還しました。ああ、もう大丈夫なのか？何がです？爆破による影響だ。お前のシステムに異常はないか？ええ、急に人を殺して回るようなことにはなりませんよ。修理は終わったのか？もう心配はないんだな。問題ありません。よし、よかった。この状況だ、お前には働いてもらわないといかんからな。さっきは苛立ってるように聞こえたが。現場は離れない方がいいぞ、ジェンセン。ずっとデスクワークで政治の力に振り回されるのはたまったもんじゃない。上から面倒でも押し付けられたんですか？何？ああ、あれか。いや、面倒なのはチェコ警察だ。ルジッカ駅の捜査から俺たちを追い出そうとしている。お前に対処を頼みたい。俺に駅の事件を？ドバイの件じゃなく。ドバイの件は忘れろ。あれはマクレディが担当する。お言葉ですが、ドバイで奇襲にあって戦ったのは俺です。俺が奴らを追うべきだ。奴らはオーグだった。正体を追ったところで結局は戻ってくることになる。駅の事件に？もしかしたらな。だが両方操作しないことにははっきりしたことは言えない。マグレディは優秀だ。あの金マスクどもについて何か掴んでくれるだろう。それにシンがジンに戻ればそっちのネットワークも使って何か分かるかもしれん。潜入捜査がバレない限りはな。とにかくお前にはルジッカ駅を任せたい。チェコ警察が現場を荒らす前にな。了解。チェコ警察にはどう対応すれば？今朝証拠の回収のためスマイリーを送り込んだが、どうやらチェコ警察に足止めされているようだ。それっきり連絡がないからな。奴らに俺たちを妨害する権限はないでしょう。チェコは国連との委任契約に同意している。テロ捜査は俺たちの管轄のはずだ。そうなんだが、チェコ保安情報庁の前トップが今のチェコ警察を仕切っててな。そいつが今回の事件は国内の組織による犯行だからインターポールの出番じゃないと主張してる。国内？まさかアークの犯行だと言っているのか？あのオーグ人権主張団体の。チェコ警察が何と言おうと関係ない。実際に調べてみるほかないだろう。早速始めるとします。その前にな、お前に心理師の精神診断を受けさせろと言われている。俺には必要ない。そう言うと思ったよ。まあいい、今は心理師も留守にしてるから後で寄っておけ。それでルジッカまではどうやって行けば？地下鉄は閉鎖されています。閉鎖を解除するよう電話で手配しておく。駅に着いたら連絡しろ。頼んだぞ。時間がかかるでしょう。
以上、生放送でハルカスのエリザカスさんがお伝えしました。はい、達成。最大の懸念事項であり、我々パリセイドプロフェッサー最優先の指示通り頼むぞ、ジェンセン。